こんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、こちら見ていきたいと思います。はい、これね、何かというと、はい、新しく登場しました新幹線変形ロボ、シンカリオンのチェンジシンカリオン超進化プラス。はい、こちらがね、食玩になっておりまして、出しているのはおなじみね、クオリティの高い F トイズさんです。で、今回のね、食玩チェンジできる組み立てキット全4種類となってて、今回はそのね、4種類が一つにね、まとまっているボックスをね、一つね、買ってきたんで、早速ちょっとね、取り出して組み立てていきたいと思います。まあ、それぞれ一つずつ入ってる感じですね。さあ、ではね、ちょっと軽くパッケージからね、触れていきましょうね。まず正面こんな感じです。正面から E5 に E6、E7 に H5 ですね。今回の4種類のラインナップのね、シンカリオンたちが大きくね、描かれてます。パッケージがかなりかっこいいですよね。で、上のところにね、はい、こんな感じでパッケージの中にね、何が入ってあるか分かるようになってます。この箱はね、 E5 はやぶさですね。で、そこはこんな感じで、側面の蓋の部分、はい、こちらにはシンカリオンモードから新幹線モードへチェンジシンカリオンのね、絵が描いてて、で、反対側は注意書きですね。で、背面、はい、こちらにはね、今回のラインナップが詳しく書いてあります。で、このシリーズね、今までご存知の方いっぱいいると思います。 E5、E6、E7 に関してはすでにね、発売されております。ただですね、今回は超進化プラスです。それぞれにこんな感じでね、はやぶさだったら改札ソードで、 E6 なら踏切が、そしてリンク合体用のヘッドギアも付属してますね。で、 E7 は車輪ドリルに、こちらにもヘッドギア、こんな感じで新しくね、それぞれ装備品がプラスされて、で、さらには H5 が新しくね、加わった、そんなラインナップになってますね。まあ、なので組み立てとか自体は多分ね、以前のものと同じだと思うんですけども、ちょっとね、見た目や、あとね、リンク合体をした時とか、あの、完成した時に武器とかもあるんで、見た目的にはかなりしっかりしたものになってくるんじゃないかとそんな感じで思いますね。さあ、ではね、早速ちょっとね、 E5 はやぶさから順番に組み立ててね、見ていきましょう。じゃあ、とりあえずはちょっとね、中身の方をね、見ていきますね。多分本当にあの、パーツ構成とかは今までのと変わらないと思いますね。はい、こんな感じです。お、中に結構なんか大きなシート、これが説明書ですかね。おお、なんかちょっと説明書の感じも変わりましたね。めっちゃかっこいい。はい、カラーでね、早杉隼人くんと E5 はやぶさが大きく描かれてますね。で、下には、はい、シンカリオンの説明、こんな感じでね、かなり大きく描かれてて、なんか説明書もかなりパワーアップしますね。で、背面はこんな感じ。まあ、ここ見る限りでは、組み立て方は前のものと同じような感じですね。で、てか説明書もこれ、あの、かっこいいんで、ちょっと大事にね、取っておきましょう。で、中身の方も触れていきますが、よいしょ。こちらは同じような感じかな。シールも以前のものと似てますね。こんな感じのものが1枚と、あとはランナーが、はい、こちらが、こんなものが2つね、入っております。で、あとはこちらなんですけども、こっちもね、ちょっと全部出しちゃいましょう。まあ、もの自体は本当に一緒だと思いますね。よいしょ。パーツも全部出して、まいますね。かなりたくさん。あ、改札ソードの分がね、ちょっと増えた感じですね。はい、相変わらず丁寧な感じのパーツになってますね。形もしっかり、色の塗り分けなども本当にね、ちゃんとされているパーツになってます。で、今回新しく加わったパーツは、あ、これか。はい、はやぶさに関してはこれですね。改札ソードが新しくプラスされましたね。かなりいい出来になってると思いますよ。まあ、形は本当にあの、しっかりと作られていて、ちゃんとね、あの、刃の部分が色塗られてますね。で、ここの部分はちょっとこんな感じでね、外れるようになってますね。一応ね、組み替えることはできるんですけども、この状態にしておきましょう。で、あとは、あ、これはなかったかな。前の E5 にもこれ付属してなかったような気もしないこともないんですけど、ウィングのパーツですね。ウィングのパーツもこんな感じで2つ付いてますね。ちょっと記憶違いだとあれなんですけど、前のに付いてなかったらこれもね、新しいパーツになります。はい、こんな感じで本当にあの、たくさんのね、パーツがね、いっぱいあって、組み上げるとね、かなりしっかりしたね、進化量できると思いますんで、ではね、ちょっと一気にね、組み立ててしまいましょう。はい、まず一つ目、完成しました。E5 はやぶさですね。
組み立て方は前に発売された E5 はやぶさと全く同じでした。出来上がったもの自体はまずはこちらが先頭車で、くるっとね、はい、こんな感じになっておりまして、まあさすがですね、ボディの質感は F トイズさんいい感じでできてると思います。で、後尾車ですね。はい、こちらもこんな感じになっていて、まあ食感をこうパチ組みなので、まあ、そこまであのきちっとねした感じにはね仕上がらないんですけども、まあ、簡単に組み立てれて、あの変形までするんで、それでこのクオリティは本当はね素晴らしいと思います。で、今回も相変わらず中間車はないですね。で、遊び方としては先頭車と後尾車をこの部分でね連結して、こんな感じでまずは新幹線モード、ちょっとパチッとはまる感じではないんでこんな感じになりますが、一応ね車輪もついてるんで手転がし遊びはちゃんとねできるようになってます。で、もう一つは感じのねシンカリオンモードですが、ではねちょっと変形していきましょう。変形順序的にはね、まああの普通に発売されているデラックスタイプのシンカリオンと同じような感じといえば感じですよね。こんな感じでよいしょと各パーツをうねうね出して、ボディも出すと、はい、これでまずは上半身が完成、めちゃくちゃ簡単で、もう一つ後尾車の方はパカッとよいしょとボディを開いて、足もねちょっと角度整えて、つま先パーツを出すと、でちょっとここ角度ねこう手前につけてあげておくと、で整えて、あとは上半身と下半身のパーツをよいしょこの部分で、あらジョイントしてあげると、グッと、はい、パチ、はい、これで OK。 お、相変わらずしっかりできてる、すごいね、ちゃんと立ちますね。で、あとは付属のウィングパーツ、これないような気がしてたとか言ってたんですが、あったかな、やっぱりちょっと思い出せないだけかもしれませんけど、肩の穴に差し込んで、あれ若干ちょっとここ緩いな、あれスカスカ、これはあれですね、ちょっとここの穴が本当に狭いんで、あらららら、らまあいいか、何か詰めてあげないとしっかり固定できないですね、これね、やばい。あ、こっち側はちゃんとガチッとはまったんですけど、ちょっとこっちの穴がどうやら広いみたいで少しだけ残念ですが、よいしょ、まあまあ刺さるんでいいかな。はい、こんな感じでウィング刺して、で、あとは手に改札ソードね、改札ソード、これを右手に持たせると、はい、これで、おお、かっこいい、あー落ちた、やっぱりこれもう仕方ないですね、仕方ないです。さすがにねちょっとね、糊とかで固定するわけにいかないんで、よいしょ、軽く今は刺しておきますが、はい、これで E5 はやぶさのシンカリオンモードできましたね。いいね、改札ソードめっちゃかっこいいですね。おお、あとはもうウィングだけがね、あ、ちょっとここ変になったウィングだけがちゃんとなってたらよかったんですけど、はい、横から見てこんな感じで、後ろはちょっとねこれが本当にゆるゆるなんで角度おかしいですが、こんな感じになってます。で、反対側の側面はこうなっておりまして、もう一度正面、はい、前から見た感じがもう本当にウィングは気になって仕方ないですけど、めっちゃいいっすね、かっこいいな。やっぱこのシリーズは食玩の中でも本当にあの類を見ない、なかなかの素晴らしいクオリティになってると僕はそんな感じで思うんですけど、さあさあ皆さん的にはねこれいかがでしょうか。まあ、若干ねあの僕の当たった E5 はね、まあ、食玩らしいと言ったらおかしいんですけど、ちょっとあのここがねあれだったんですけども、まあまあとりあえずはちょっと適当にまたね修正したいと思います。ということで、まずはね1台目は E5 はやぶさでした。ではね、他のね、シンカリオンもどんどん組み立てていきたいと思います。さあ、では、二つ目は E6 小町行ってみましょう。はい、ここからはまあ、ざっと行きますが、まあ、中はこんな感じですね。説明書のデザインがとりあえず、はい、こちらもかっこいいですね。いいね。あ、ちゃんとあの、リンク合体の手順も書いてるんで、後でね、E5 とリンク合体やってみましょう。で、中はこんな感じで、組み立て方は同じような感じですね。で、パーツの方も軽く触れておきますが、よいしょ、あれ、出てこないよー、よいしょと。はい、こんな感じで、まず袋に入った塗装済みのパーツが一袋と、
あとはこちらが2袋目ですね。こんな感じで小分けされて入ってます。でランナーパーツは E5 と同じく2枚入ってて、組み立て方的にはほとんど同じっぽいですね。であとはこんな感じのシールです。半分以上がちょっとシルバー調になってるんですけど、まあ枚数的にはそこまで多くないですね。でさっき E5 をね組み立てて思ったんですけど、シール貼るのね、あの組み立てる前にまず最初に貼った方がすごくねやりやすいんで、組み立てられる方はねぜひ貼ってからねパッチ組みしてくださいね。さあそれではね、たくさんのパーツありますけども E6 小町の方もね組み立ててしまいましょう。はい、2つ目 E6 小町も完成しました。左からヘッドギアに踏み切りガンが2つ、そして先頭車に後部車ですね。まずね先頭車の方、はい、ざっとねこんな感じになってます。こちらもね以前に発売された E6 と同じですね。組み立て方も全くね同じになってました。はい、こちら後尾車はくるとねこんな感じになっております。ちょっとねあの僕ここシールね貼るの失敗しちゃって、ここの部分切れちゃったんですよね。結構切れやすいんで、あの皆さんね貼るときは気をつけてください。であとこれがね新しい部分ですかね、踏切ガン、同じものがね2つついてます。でヘッドギア、これが結構しっかりとね形を作られておりまして、まあ特にね組み立てとかないんですけどもね、こんな感じになっております。さあでは E6 小町もねちょっと遊んでいきましょう。まずは簡単に新幹線モードですね。まあ連結させるねだけなんですが、はい、こんな感じになります。まあ小町も E5 と同じくね中間車もないですね。先頭車と後尾車のみになっております。もちろんこの状態でも手転がし遊びができますね。で続いてシンカリオンモードですけれども、じゃあちょっとちゃんとした順かな、そちらでいきますか。まずね後尾車のパネル両サイドをこんな感じで開きます。で先頭車の胴体のパーツね、ここのジョイントパーツを出して、最初にこの段階でよいしょ差し込んでカチッとジョイントしておきますね。はい、今のところねこんな感じです。で両サイド腕を開いてこんな感じで、おっとまあ食玩あるあるですねここねカチッとつけておいて開いておきますね。よいしょ、反対側もゆっくりと、はい、こんな感じですね。であとは足の先のパーツを出して、よいしょ、ちょっと小町はこっちはちょっと固めなんですよ。ちょっと当たり外れが結構ありますよね。でヘッドパーツを出してからボディーパーツを前にすると、でパネルを手前に倒し上げると、はい、これで変形の方は出来上がったので、踏切ガンを持たせましょう。2本あるんでね、2つね両手に持たせますね。でちょっとね角度つけてカッコつけましょう。よいしょ、はい、これで OK ですかね。はい、これで E6 小町のシンカリオンモード出来上がりました。いいね、これもまた食感とは思えないクオリティになっております。かっこいいね。まあといっても以前のやつはね変わりないんですけども、踏切感がね加わったことによって、いやとりあえず上半身めっちゃかっこいいね。この感じたまんないですね。ちょっとさっきの E5 と並べてみましょう。はい、もう絵力がすごいね、食玩が並んでるような感じには本当にあの見えないような雰囲気出しててめっちゃいいわ、たまんないですね。もうこれだけで本当十分に絵になるんで、これは楽しい。でせっかくなんでちょっとリンクがあったりも行きましょう。リンク合体の仕方はね、とりあえずはデラックスシンカリオンと同じですよね。上半身と下半身をまず両方とも、おっとっとっとと分離してあげて、で、ウィングパーツはいらないかな、外しとこうね。で、下が E6 で、上が E5 ですね。よいしょ、そのままね、簡単にジョイントできるんで、こんな感じで合体して、で、あとはヘッドギアのパーツをここにつけてあげると、上から差し込むような形ですね。おー、すげえで、踏切ガンもちょっとね、ここから取り外して、これをね、肩にね、なんとこれジョイントできるようになってるんで、ここに差し込みます。よいしょ、ちょっと角度を開くような感じで OK かな。まあそんなに強くないんで、ちょっと取り付けるときは慎重に。で、これでちょっと整えてあげましょう。よし、
とりあえずこれでいいかな。ちょっとね、角度が難しい。こうしましょう、こうしましょう。上半身起こし気味で、踏み切り感をね、差し込む、この両肩のね、付け根のところがね、そんなに強くないんで、まあ、ある程度ポーズ決まったら動かさない方がいいとは思いますが、これでリンクシンカリオン、シンカリオン E5 と E6 が完成しました。まあ、見た目的にはかなりいいね。かっこいいね、これ。すげー、リンク合体もちゃんとできますね。やっぱこのヘッドギアの存在っていうのはかなり大きいと思います。まあ、見た目のクオリティはね、本当にかなりね、高いんで、素晴らしいと思うんですけど、まあ、ちょっとこう、動かして遊ぶ分にはね、各ジョイントとかそこまで強くないんで、まあ、あくまでもディスプレイ目的でね、今回のね、触感はいいかな。そんな感じですね。小さなお子さんがこうガチャガチャして遊ぶ分にはちょっと、まあ、個人的には向いてないと思います。まあ、ただ飾る分には本当に何度も言いますが素晴らしいですよね。ちょっとこっちもやりますか。逆リンクもね、一応ヘッドギアとかないんですけど、これでいいかな。おー、エジカラ、エジカラ。これが一番大事。こういうのってね。まあ、ということでね、はい。二つ目は E6 コマチをね、組み立てて、そして E5 とね、リンク合体もしてみました。さあではね、残り二つ E7 と H5 もあるんで、そちらの方もね、組み立てていきましょう。ではでは三つ目、E7 輝きですね。こちらの方ね、見ていきましょう。ざっと箱の方を。まあ、とりあえず中身確認しますが、まあ、これもね過去のものと同じだと思います。よいしょ、説明書をねちょっとね見ておきますが、あ、こっちもいいね、かっこいいね。はい、こんな感じですね。 E7 は E5 とのリンク合体例が載ってますね。なのでこれもね後でやってみたいと思います。でこっちは同じように組み立て手順が書いてますね。でパーツの方もよいしょ、ざっと見ておきますが、まずはシール、はい、 E7 の黄金のラインがたっぷりとあります。ちょっと角度ついてるシールあるんでね、切れないように気をつけたいと思います。枚数結構ですね、20枚ぐらいありますね。で他は同じような感じですね。ランナーがこんな感じのものが2枚と、あとは各ねパーツ、塗装済みのパーツが小分けにされてこんな感じで入ってますね。パーツ構成も本当に形こそ違うんですが、 E5、E6 と同じような感じですね。組み立て順もね、本当に同じです。さあそれではね、 E7 輝きもこれらのパーツをね組み立てて一気にね作ってしまいたいと思います。はい、3つ目 E7 輝き完成しました。左からこちら車輪ドリルですね。これが結構なんかいい感じの出来になってますよね。金色のラインもねちゃんと3本こんな感じで入ってて、形もかっこいいです。でそのお隣が、はい、こちらがリンク合体時用のヘッドギアになりますね。ブルー一色の成形色でできてて、形はかなりしっかりと作られております。で続いてこれが、はい、前のやつとはね全く同じになるんですけども、先頭車になりますね。こちらも輝きらしいね、ボディラインやデザインバッチリと作られております。で隣が後部車ですね。くるっとこんな感じですね。まあ、結構いい感じで作れたかなと個人的にはそう思いますね。で輝きも他と同じく中間車はないです。さあではね遊んでいきましょう。まずはね簡単に連結させて、はい、これで新幹線モード。ちょっと中間車本当に欲しくなりますよね。若干やっぱこの感じは他もそうなんですけど寂しいかなと思います。で遊び方としてはこの状態でもね手転がし遊び、この辺りは他と同じですね。で続いてシンカリオンモードですけども、ボディーパーツまずねここをよいしょ両サイドパネル開きましてと、で先頭車の胴体をよいしょ出るかな、ちょっと硬い固め、ちょっとねこれで出そうかな。よし、はい、これで出して、上半身下半身をジョイント、あらなかなか、よいしょ、はい、これで OK。で両肩パーツを開いて、腕の変形もねちょっとゆっくりでやりましょうね、さっき外れたんでね、はい、こんな感じで変形してあげます。でつま先をちょっと先に出しておいて、ちょっとね安定するように開けてと、でヘッドパーツを出してあげる、でボディーパーツここで変形ですね、こんな感じで、
でパネルも前に出してあげると、よいしょ、これで OK いけるかな。ちょっと形がダサいちょっとポーズがへんてこりんなんで、はい、とりあえずこれで進化リオモード変形完了しました。これも持たせましょうね。車輪ドリルも右手に持たせると、これで OK かな。お、いいね、 E7 輝きの進化リオモードです。かっこいいですね。こちらもなかなかすごい。あ、ドリルなんでちょっと上の方がいいですね。はい、蹴るとこんな感じですね。よいしょ。側面はこうなってて、背面はこんな感じです。で、反対側の側面にもう一度正面。まあ、本当によくできてますよね。もう感想がね、全部同じようになっちゃうんですけど、すごく形とかね、塗装とか、もうシールのね、質感とかもかなり高いんで、これは楽しい。で、リンク合体もしますが、よいしょ。では E5 といきましょうか。E5 とね、まず E7 を分割。で、こっちも、よいしょ、リンク合体状態を外しまして、よいしょ、一回ちょっとこれも外しとくね。よいしょ。で、E7 の下半身と E5 の上半身を連結してと。で、ヘッドギアのパーツをこちらにね、付け替えてあげます。で、車輪ドリルは、これは左手にね、持たせるんですね。刺さるかな。よいしょ。はい、これで OK かな。ちょっとこう開くような感じの方がポーズ的にはかっこいい。よいしょ。はい、これで、ちょっと後ろがあれですけどね。リンク型でいきました。E5 と E7 ですね。こんな感じになります。おー、いいね。これもかっこいいね。いや、ここまでちゃんとリンク合体できるのは本当に嬉しいですよね。デラックスではね、やっぱね、当然ここまでね、絶対求めるところはあるんですけども、まあ、食玩でもここまでして遊べるっていうのは本当に評価高いと思います。これもぜひ皆さんね、ちょっと2つぐらい買ってみてね、リンク合体も試してみてください。いいよ。ということでね、3つ目は E7 輝きでした。ではね、続いてね、ラスト4つ目もね、組み立てていきましょう。はい、ではね、続いてこちらですね。4つ目はこれがね、新しいですね。初めて組み立てます。 H5 はやぶさですね。さあ、それではね、行ってみましょう。まあまあ個人的な予想で、まあ皆さんもね、多分そう思われてると思うんですけども、中の感じは E5 とそこまで変わりないとは思いますね。ではちょっとね、軽くね、見ていきますが、まあ一番違うのは説明書かもしれないですが、おーと、ミクちゃん初音ミクさんが描かれております。この説明書だけでも宝物ですね。で、こちらの面は、はい、こんな感じですね。特にリンク合体の例とかはなくて、夕張ヒートシステム内蔵というのがかなりね、真ん中で強調されております。で、パカッと開いて組み立て方をちょっと見てみると、はい、もう本当にE5 と同じかな、そんな感じになってますね。で、まあ大きく違うので、やっぱこうヘッドギア周り、ヘッドパーツなんですけども、この辺りがね、本当どんな感じになってるのか非常に楽しみです。で、パーツですね。あ、ここもまあまあ違うといえば、やっぱカラーはそうですね、そこ触れてなかった。カラーは突然じゃない、当然違います。まずシールですが、まあ、パッと見た感じ、はい、これさっきの E5 なんですけども、そこまでね、めちゃくちゃ変わりはないような感じもするんですよね。ボディのね、横のラインはピンクから紫に変わって、あとね、胴体のところのシールが、これがね、8番がこれ2枚だけなんですよね。 E5 の時にはね、ちょっとね、何枚か貼るのがあったんですけども、その部分がないです。まあ、多分シールがない分、パーツにね、直接ね、しっかりしたね、塗装とかがされてるんだと思います。で、他のものを見ていくと、ランナーはこれは多分ね、同じ形になるのかな。 E5 とか、まあ他と同じような感じですね。2枚入ってます。で、パーツですが、はい、色のね、塗り分けをしっかりされて、造形も作られております。パーツ、まあシール貼る前なんで、さっきの E5 と本当に変わりないような感じですけども、あ、こっちはね、オレンジ色、夕張ヒートシステムのね、主張するこのカラーがしっかり塗られておりまして、こんな感じで、あ、こっちはあれですね、ちょっと出しましょうか。さっき言った通り、シールがない分、ボディーパーツが直接カラー塗られておりますね。おー、これはいいですね。はい、こんな感じで緑色の塗装が最初からされておりますね。あ、こっちはオレンジもちゃんと入ってますね。夕張ヒートシステム、素晴らしい。
説明書で強調するだけありますね。さあではね、そんなちょっと E5 とは違った感じのパーツ構成になっているんですが、 H5 のハヤブサもね、早速ね組み立ててしまいましょう。はい、4つ目、 H5 ハヤブサ完成しました。まあ作り方は本当にE5 と同じでしたね。で、左からまずこちらがね、はい、ウィングパーツになりますね。このウィングパーツ自体はさっきの E5 ハヤブサと全くね同じものになってますね。それが左右1本ずつついてます。で、あとこちらが夕張システム内蔵の改札ソード。普通の改札ソードと比べると造形は全く同じですね。刃の部分が夕張シートシステムになっているだけですね。まあ色の違いです。で、あとボディの形ですが、はい、こちら先頭車ですけども、横のねこのライン以外は外見は全く同じですね。後尾車も同じく横のねライン、こちらのカラーがピンクから紫にね変わった感じになっております。まあ、個人的にはウィングのジョイントがちょっとこう心配なので大丈夫かなとは思うんですが、まあではちょっと遊んでいきましょう。まずは一応これやっとかないといけないですね。全新幹線モードですね。はい、こんな感じになりますね。まあこちらもねもう言うことないですけども、中間車はなくてこんな感じで手転がし遊びをすることができるようになってます。で、シンカリオンモードに変形していきますが、まずはこちらパカッと開いて、で、左右のパネルを取る。これが外れやすい。同じことやっちゃダメですね。はい、ゆっくりと開きましょう。よいしょと、たまに硬い。OK。あ、外れた。こっちがどうやら外れやすいのかな。パチッとはまってなかったのかな。よし、これで OK。はい、開いて、まあ、順番気にしないのであれば、もうつま先先に出しておきましょう。はい、こんな感じです。で、上半身の先頭車の部分ですね。胴体のここを出して、で、こちらで連結して、おっと、これも未だに慣れないです。慣れないんですが、ちょっとここ押さえながらね、パチッと、よいしょ、うまくいかない。パチッと、はい、これで OK ですね。で、両肩をこんな感じで開きまして、腕を変形していきましょう。よいしょ、左右同じですね。まあまあこれ今ねもう3体他にやってきたやつと全く同じです。で、ヘッドパーツを出して、ここが一番 H5 の見せ所ですね。ヘッドパーツめちゃめちゃかっこいい。はい、こんな感じです。で、パネルも前にしてあげると、で、適当にこう形を整えて、あとはちょっと心配なのがウィングパーツです。さあ、いけるかな。こっちスッと入ってくれ。おーし、ちゃんと。まあ当然なんですけど、グラグラじゃない、やった、スポスポじゃないよ。はい、つけることができまして、改札ソードもこれもちゃんと刺されば完璧。 OK。 はい、これで H5 ハヤブサのシンカリオンモードも完成しました。素晴らしい。なんかもうバッチリですね。当然ちゃ当然なんですけど、ちょっとね E5 の時にこうこっちがゆるゆるだったんで、その分こっちがめっちゃかっこいいね。はい、ではくるっていきましょう。側面こうなって、後ろからもう、はい、かっこいいね。ウィングが超やっぱかっこいいっすね。いや、いいよいいよ、これかっこいいな。このオレンジがなんかもうたまらないですね。まあ、これなんでオレンジかというと、あれですよ、夕張メロンのオレンジだと僕は思ってるんですけど、間違いないですよね。北海道なんで、 H5 なんで。で、 E5 と違うところといえば、ここの足先のカラー、ちょっとインクがあったの状態でごめんなさい。はい、ここがね、 E5 は黄色に対して H5 はオレンジ色と。で、あとはヘッドパーツは本当にねかっこいい塗装になってるんですよね。形自体はこれはE5 と同じなのかな。造形は、あ、でも違いますね。さすが違いますね。ご覧いただけますかね。まあ、本当に見比べると全然違いましたね。当然といえば当然なんですけど、ここ流用されてたらどうしようかなってちょっとだけ僕思っちゃいましたが、いや H5 かっこいいね。まあ、すごくよく見えてしまうのは、ひょっとするとあれなんですよ、まあ、今までのね3体が、まあ、これまでにね組み立ててるんで、ちょっと新しい感がなかったんで、まあ、H5 はね今回新しく登場したんでね、なんかその分テンションが上がっているせいかもしれませんね。
さあではね、最後に全員集合させてみましたが、いや今回は一気にねこう全4種ね発売されましたが、新幹線変形ロボチェンジ進化量のね超進化プラス、まあ本当にねいつもねフトイズさんはまあ素晴らしいねクオリティの食玩を発売してくれるんで、これはなかなか僕的には感動ものです。まあ本当ね今回こんな感じで一気にね全4種類ね発売されたんで、まあ以前のものね売り切れになってて、この辺りのね3体ねちょっとね売れられなかったっていう人もね、今回また新しく登場したんで、ぜひこの機会にね4体ねちょっと揃えてみてください。まあ本当に食玩の域をこう僕的には超えてて、かなりね遊べるものになってるんではないかなと個人的には思います。ということでね、今回はねこの辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。